アジは、アジカ、アジアカコーランガニーに含まれる魚の総称。日本ではその中の一種マージトレーキュラスジャポニカスを指すことが多いが、他にも多くの種類がある。世界各地の熱帯、温帯域で食用に漁獲されている。体側の側線上に鋭い突起を持つ両鱗が発達することでアジカの他の赤と区別される。両ウは、日本では、前後。 税ゴという属称で呼ばれることが多く、学術的には、縦状ウロコと呼ばれることもある。種類によって、両ウロコの並ぶ長さや幅は異なり、同定の手がかりになる。全長は15センチメートルほどの宮上平味、アリップスクライニアから、150センチメートル以上になる、ローニン人味ケランクスイグノバラスまで種類によって異なる。 体は著しく側平田市紅葉樹の葉のような形状のものが多いが、室和地族のように断面が円に近く前後に細長い防水系のものもいる。マージ等では同種内で二通りの体型に分かれ、その中間の体型のものも存在する。体色は、背側は鳥類など髪型からの捕食者を攪乱するために暗い色、服装は、 大型肉食魚のような化方からの捕食者を攪乱するために明るい色になっている。しかし、節気やあまり回遊しない個体には、配足も明るい色になっている個体もいる。全世界の熱帯、温帯海域に多くの種類が知られ、日本でも南西諸島沿岸でインド太平洋産の種類が多く見られる。カッポレ・ケランクスルゲブリスは全世界の熱帯。 バ帯海域に分布する、半世界種である。マージは日本では、馴染み深い魚種だが、その分布は、北海道から南シナ海までとあまり広くない。生息域は、種類や地域個体群によって異なり、沿岸の岩礁、珊瑚礁域に着く者、砂泥底周辺に生息する、者、沖合を回遊する、者等がいる。また、幼魚期には、奇水域や、 淡水域に入るものもいる。一般に遊泳力は高く、動きは素早い。食性は肉食性で、小魚、甲殻類、貝類、頭足類等の小動物を捕食する。敵は、人間の他にもサメ類、マグロ類、ブリ類、カジキ類等の大型肉食魚がいる。世界各地で釣り、低地毛、底引き毛等の沿岸漁業で漁獲され、食用に利用されている。 寝室はピンク色で脂も乗っており赤身と白身の味を合わせ持つ。日本ではマアジが重要な食用魚となっており刺身、寿司、焼き魚、煮魚、唐揚げ、フライなど様々な料理が作られる。また加工品にもなり日本の朝食にはアジの干物が付き物であるように食生活に古くから深い関わりがある。その他にも室アジは アジ節や草屋の原料となるし、関東地方以南の南日本では、貝割りや銀亀味等扁平な体型をしたアジ類を、平アジ、メッキ等と称して、煮魚や唐揚げ等の総菜に用いている。また、マージの五木型やシマージは高級食材として利用される。アジ類の釣りは、日本では主に夏から秋にかけて行われる。マージなどの小型種は、 釣りの入門魚としても親しまれ、港内や防波堤では、銅好きのサビキを用いた、ファミリーフィッシングも、盛んに行われている。船釣りでは、イワシのミンチやアミエビをコマセとして使うビシ釣りや、魚群探知機で魚群を探して、魚の反応を確認したところでサビキで釣る、追っかけ味釣りが盛んである。防波堤釣りでも船釣りでも、比較的釣りやすく、親しまれている。 大象魚の一つだが、大物に狙いをつけた釣りも行われる。下道にイワシサバ、カワハギ、ブリ、サヨリ、イシダイ等がかかることもある。また、ルアーフィッシングの大象魚にされることもある。なお、釣ったアジを餌に、ブリ類等の大型肉食魚を狙うこともある。日本語のアジは味が良いことに由来すると言われる。魚に、酸と書く漢字が当てられるが、この由来は、 諸説あり、の字の写し間違いであるとする説、美味しくて参ってしまうの意であるとする説、最も微妙の季節が、旧暦の3月に当たるので作りに、数字の3が使われたとする説などがある。次のような系統樹が得られている。鎧や持続は多系統的である。ありがとうございます。